2人も行くからさ、おはようございます。田島のユニフォームしてるからさ、どうもスピッコの帽子かも。この繋いにいたファンデーということで最終日ですね。今日のメンバーで盛り上げていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。一個取ってくれ。ステージ、最新を務めさせていただきますのは、今日も魂込めてもろもろコールドラゴンズナビゲーターの長谷川匠です。よろしくお願いします。それでそして、はい、そして私の方から紹介させていただきます。ジャンドラゴンズ2018島民が11日の4名です。よろしくお願いします。かもしれなくもないよね。だからすごい、ね、メンバーに前に会いたいかなって感じ。ありがたいですね。作ってくださってる、ありがとうございます。しっかり見えてます、うん。もう一度電話しても出てくるもん。開幕の時からねえ、そのこと嫌いなんだよ。すごいいい打ち合いを持ってますよ。寝てるからいつもグッズにしてくれるんです。あ、小倉さんのユニフォームもありますよ。あ、そうそうそう、あの方もいつもありがたいですね。ありがとうございます。公式にも書いてあるんですけど、私テーマパーク巡りが好きでして、はい、今回は西の方のテーマパークユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、今水を掛け合うパレードの表現をしてて、こっちに参加してきました。水を掛け合うパレード、そう、水をもうなんかもう本当に洪水みたいなバシャ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 ってなるんですよ。夏だなって思いました。でもそんなのかけられたらびちゃびちゃになって大変じゃないですか。びちゃびちゃですよ、お風呂上がりみたいな。なんで気づかないの。全然気づかない。全然気づかない。持ってきて、あら、楽しいです。ありがとう。もうすぐ東の方のテーマパークも行ってきます。ディズニーランド。なんでわざわざ西と東に分けるの。
大人の事情です。全然ない。ないらしいです。はい。はい、楽しんできます。ここで得たものを D ステージで発揮します。ぜひよろしくお願いします。そして今日のパフォーマンスもお楽しみです。はい、お願いします。さあ続きまして、はい、私といえば美濃加茂市出身なんですけど、美濃加茂市の盆踊りって皆さんテレビで見たことないですかね。ある方もいらっしゃいますよね。最近ちょっと流行りの荻野目さんのダンシングヒーローって分かりますか、曲、ね、再ブレイクしましたよね。分かりますか。ありがとうございます、はい。私の地元それがすごい有名で、盆踊りって結構ゆったりゆっくり踊る感じじゃないですか、はい。もうダンシングヒーローはもう若い子から本当にちっちゃい子からお年寄りの方までもうみんなすごい盛り上がって走ってるぐらいすごい盛り上がるお祭りなんですけど、結構テレビの方とかでも紹介されてて、ぜひ皆さんも YouTube とか絶対出てくるんで、見てみてください。本当に楽しいんですよ。あ、でも YouTube で見てください。今年の夏、荻野目洋子さんが来たのは一宮だったんじゃないですか。そうなんですよ。だからちょっとこれが私はちょっと皆さんに勘違いを与えてしまってるなっていうところがあって、本当はあれは美濃加茂市の発祥なんですよ。あれはこんな高いところから一宮批判ですか。皆さんすいません、かつ出前の方がお帰りになります。ありがとうございました。ありがとうございます。反応しないのに見てくれないですね。そうなんですよ。一宮じゃねえの。そうですよ。ああ、もうこの間私も雪乃に言われて初めて知ったんですけど、はい、これは本当に美濃加茂市出身の発祥のやつなので、皆さんそれ美濃加茂市電車と調べてくださいね。美濃加茂市で見てください。なるほど、はい。でもね、荻野目洋子さんといえばね、はい、これもちょっとうるさい、うん、どうぞ。人生で初めて好きになったアイドルが荻野目洋子さん。そうなんですか。当時珍しかった。僕ね、今年45になるんですけど、近い世代の方います？当時どうでした？キョンキョンとか中山美穂とかだったでしょ、王道は。俺一本釣りで荻野目洋子だった。おー、長谷川さんは荻野目さんなんですね。偏見の銘があって今年再ブレイクでしょ。そうですよ。俺が言った通りなんですね。言った通り。でもね、すごい悔しい過去があって、そんな荻野目洋子さんの CD を当時買ったんですよ。で、特典でついてたポスターがあったんですよ。部屋に貼ってたんですよ。で、その部屋を開けて親父が、おー、たくみん、お前は萩野目洋子を好きなんかって言われて。萩じゃないからね。荻野目洋子だから。家はね、間違えちゃうところは。この辺も、萩野目じゃなくて荻野目。一宮じゃなくて、美濃加茂市ですよ。はい、ぜひよろしく。美濃加茂市、いいところなので、調べてください。はい。ありがとうございました。みんな観光大使になってるから。よそですよ。さあ続いて大野香ちゃん。私といえばやっぱり食いしん坊というかいっぱい食べるんですね私は。でこの夏は静岡の方にうなぎを食べに行ってきました。おお、あの拍手。はい、どうでした。で私はこの前その行った時に知ったんですけど、うなぎには関西と関東で違うんですね。なんか焼き方がで、なんか蒸して焼く方と焼くだけの方みたいなのがありまして、私が食べたのは関東の方だったんですけど、やっぱり関西のしっかりとした方が好きでした。食べに行った方じゃない方が好きでした。行った方じゃない方が好きなのか。そうか。はい、じゃあこの夏もう一回リベンジで、はい、今度は関西の方に食べに行ってみたいです、はい。なるほど。そんなうなぎを食べたエネルギーをどうするんですか。今日爆発させます。はい、よろしくお願いします。お願いします。ところがほのかちゃんといいますか、はい、過去にね、僕にナンパされた経験がある。ダメよ、ナンパだから。ダメですよ、ナンパとか。詳細を伝えてください。いや、去年、私が名古屋ドームによく行ったんですけど、その時に、長谷川さんに声をかけていただいて、インタビューを受けたんですよ。まだシアドラゴンになる前ですね。はい、なる前の時に、もう、新月名古屋ドームに通ってたんですけど、ファンクラブで行き、
時に一緒に探してくださったんですよ、そのバッジを。欲しいバッジがあったんですね、はい、誰かと交換したかったんですね。そうなんですよ、はい、はい、で結局探してくださったんですけど見つからなかったんですよ。役に立っとらんさっきからも自信が持ててますけど、いやいや、でもね、あのたまたま番組の取材やってる時にお声掛けしたってことで、初めてね、会った時にね、チアドラゴンになった時に、はい、私、ナンパされたことあるんですって言われて、びっくりしたんですけど、改めて訂正させていただきます。ボイドラスタジアム出ていただいた方ね、ここにも何名かいらっしゃいますが、その取材の印鑑でお声掛けした次第です。はい、ナンパじゃないです。はい、このナンパの中で訂正させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ではでは、ここからは告知いきます。来週25日土曜日、ファーム龍神祭です。この時お席お越しください、はい、そしてチアドラゴンズ、ドアラさんもやってきます。ドアラさんといえば、昨日、今日、初の台湾遠征に行っています。こちらの報告も、どうぞご期待ください。そして9月2日はチアドラデーです。チアドラデーの告知お願いします。はい、会社時に入れ違ってあったよ、ゆいちゃんと。はい、えオーティーの皆様がパフォーマンスをしてください。ゆいちゃん、今もりょうくん、ゆきくんです。そして、オリジナルクリアファイルを先着1万名様にお届けします。そして GC で開催時間中は観覧希望者に限り再入場 OK となっていますので、皆さんファイルもステージもどっちも楽しんでください。そして入場券は発売中ですが、かなり売れていますので、まだだよという方はお早めに。はい、D ステージ、どんな、ダンスナンバーになりそうですか？ですね、メンバーが自分たちで振りを考えています。何個か自身で考えている、はい、私たちで振りを考えている曲があるので、はい、こちらもお楽しみに。昨日、おととい、サブリーダーたちが言ってました、はい、半分ぐらいが新曲である。そうですね、結構新曲が多いですね。出たら今いっぱい詰め込んでる。もう今でもパンパンですよ。パンパン、はい、抱えてる、抱えてる、弾け飛んでる。その他は何か違う感じでした。なるほどね、一生懸命、ね、練習してください。考えながら、考えながらやっています。はい、どうぞご期待ください。9月の名古屋ドームも楽しみ満載です。はい、さあ、そしてダンスクイーン、皆さん踊ってくれる方が非常に増えてきましたね。ありがたいですね。一昨日も名古屋球場でまで踊ってくれる方いらっしゃいまして、今日も3回の裏終了時に踊りますね。はい、踊ります。はい、ぜひ皆さん一緒に、はい、暑いけどもその暑さを飛ばして踊っちゃってください。はい、もう一発告知、9月9日です。こちらですね、はい、FC スペシャルゲーム、今度は大輔スペシャルということで、ドラゴンズが誇る3人の大輔に迫ります。山井大輔投手、松坂大輔投手、祖父江大輔投手、この3人でフォーカスした企画となっています。得点がこちらとなっています。先着7000名様に、昨日もお見せしましたが、こちらのリストバンド、光るリストバンド見えますね。見えません。今から点灯しますね。LED 光りました。かかれ、見えませんか。見えてますね。見えません。ありがとうございます。ただでさえ高いところからすみません。ありがとうございます。こちらをプレゼントいたします。どうぞご期待ください。FC スペシャルゲームは今年過去4回か5回やってますね。そうですね、はい、全部満員御礼だったそうです。やたいですね。はい。はい、今回もそうなる可能性大ですので、ぜひチケット入手早めにお願いいたします。買った、ありがとうございます。ガイドのご購入ありがとうございます。さあさあ、ではでは、もろもろ告知終了いたしましたので、チアドラゴンズの皆さんの夏の思い出も語っていただいたので、最後にまた長谷川匠の夏の思い出を期待しちゃおう、語らせていただきます。昨日もお越しだった方、どれぐらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。ありがとうございます。昨日お越しでなかった方のために、ちょっとだけもう一回繰り返し説明させていただきます。はい、この夏、長谷川匠、高校野球の実況の仕事がありまして、それを終えて車に戻ったところ、僕の車のフロントガラスが割れていた話、もう一回やりたー直撃貫通しました。
で、そのボール、ね、車の中に入ったまま修理出して1ヶ月間寝て戻ってきました。そのボールが今、ここにあります。はい、100回大会の刻印が入ったものでございます。はい、先ほどその辺でね、ちょっと写真を撮っていただいてあれでございます。で、これをですね、今日はせっかくなんで欲しい方に万が一いたらと思ったんですけど、やっぱりこれを打った高校球児にいつか会いたい、ね、その昔あったじゃないですか、ここ名古屋球場で鈴木隆正さん、ドラゴンズ OB の鈴木隆正さんの車のエンブレムが盗まれたの覚えてません？壊されたのがあったんです、そういう事件が。で、探偵ナイトスクープで再会したんですよね。その回知りません？ほぼノーリアクションだよ。それと同じような出来事がいつか起こることを願いながら、このボールは僕がしっかり保管させていただきます。で、何って感じだよね。名古屋ドームで会えたらいいですね。そうなんですよね。はい、おそらく名古屋高校か天白高校にね、所属している野球部員の方の打球だと思います。これ取っときます。心当たりのある方は、はい、こちらまで。そんな長谷川拓海の夏の思い出で語らせていただきました。万が一触れたい方いましたら後ほどお持ちします。触れてください。おさわり自由です。さあ、おさわりっていうのは途端にね、シアドラゴンズらしくない表現ですからね。はい、というわけで今日もね、語らせていただきました。まもなく開門となります。後ろの方の方聞こえていますか？中野さんです。ありがとうございます。中野さん、空港の方もありがとうございます。最後まで聞いていただきありがとうございました。何しに来たのってか。それでは今日が FC スペシャルゲームファームで最終日となります。まもなく開門です。心を一つに今日もぜひ皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。どうぞご唱和ください。よろしいですか？いきますよ。原点回帰ドラゴンズ、はい、ありがとうございました。今日もよろしくお願いします。コンビニ並んどったもんが出てか、